はい、皆さんこんにちは、ハイセス。本日はですね、私の故郷であります山口県岩国市がですねにはですね米軍基地があるんですけども、こちらがですねオスプレイをですね引き入れるというところが記事になっておりますので、本日はですねこちらについてのねお話をしてみたいなというふうに思います。もし本日のようにご興味あったらです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。レッツゲットスタート。はい、それでは早速本日はコンテンツの方に見ていきたいと思います。米軍岩国基地へのオスプレイ F-35C 配備計画ということでですね、岩国市が容認というところで、この岩国市の市長さんの福田市長なんですけど、もともとですね私が日本にいた頃からももうずっと市長でありまして、どちらかというとこう基地を容認派の方でありまして、そのおかげでね予算とかがですね岩国の方にやってきて、そこで基地周りのところで病院ができたりとか、いろんな意味で潤っているというところがね確かにあります。なので多くのところではですねこの米軍基地反対っていうところが多いと思うんですけど、この岩国市長に関してはですね容認してきたというところがあります。オスプレイに関してもですねこういったやつなんですけども、これを今回受け入れるということになってきてまして、コメントを見るとですね、私もですねオスプレイを見たことあるんですけども、戦闘機と比べてそんなに音がすごく、気になるってほどでは確かにないです。なのでジェット機よりも格段に静かですということがあります。ただまあオスプレイが怖いところって結構な頻度で、墜落とかしたりとかしているので、そこがねちょっと怖いなというところがあるんですけども、岩国市は沖縄と違って寛容だなというふうにですねあるというところなんですけども、岩国市というのはですね言ってはいるんですけども、そんなに大反対というところでは確かにないような気がします。私自身もですね岩国米軍基地はですね22歳ぐらいから3年間ぐらい働いたことがあるんですけども、非常にいい基地ではあります。今日皆さんに Google マップを見せようと思うんですけど、岩国市っていうのは山口県のここにありまして、これが岩国の米軍基地なんですけども、滑走路っていうのがこの海の沖合にあるんですね。前はねここら辺にあったんですけど、それをね沖合に移設をしたんですね。それによってジェット機って一番音がうるさいのってこの出発時なんで、ここから戦闘機が飛び立ってすぐこっちに行くとですね、確かに市街地に対しての騒音っていうのはだいぶ軽減される。今まではこの中にありましたから、この辺がねもう市街のあれになってくるんです。こっちからこっちに行ったとしても、ここからまた海など上などでそんなに騒音っていうのはですね、厚木基地とかそういったところよりはマシなんではないのかなっていうところがあります。あとは岩国っていうのはですね、見どころみたいなのが錦帯橋ぐらいしかないわけですから、こういった基地を受けることによって、この錦帯橋空港とかもね羽田と直行便ができましたし、この辺とかにですね新しい国病とかですねいろいろできましたので、受け入れるバーターとして国からの予算がかなり降りてきているというところで、反対をする方ももちろんいるんですけども、一方で岩国という町が国から予算を降りていってきているというところに関しては、私は福田市長に関しては容認派ではあります。もちろんいろんな意見があると思いますので、これに関してはですね言うことはないんですけども、そういった状況です。なので厚木とかみたいにね市街地に滑走路があったりとか、沖縄のようにですね、まあ、いろんなところに基地があるというよりは、岩国はですね岩国市の中でもこの三角州の中に基地がありますので、ある意味ちょっとこう孤立しているということを考えると、他の基地に比べると反感というのが、ね、少ないのではないのかなと、そういうふうにですね考えております。はい、ということでですね、私も今後ですね岩国市に帰国するときにはですね、羽田から錦帯橋空港の方に飛んでおりますので、オスプレイが多分止まっているのが見えたりとか、飛んでるのが見えたりとかする、そういった風景がね見えていくのではないのかなというふうに思っております。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったのでぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方もこちらの方からお願いします。 X の方もこちらの方からフォローして幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.